どうもこんにちは、南国ピアノスタジオの関克文です。この動画はピアノを攻略するということで、ピアノを弾くときに人は一体どういうことをしているんだろうということを4つのポイントにまとめて紹介している動画の3つ目です。1つ目の動画では1つ目のポイント、音楽の情報を取り入れるというプロセスについてお話ししました。つまり楽譜を読むということなんですけども、そして2つ目では取り入れた情報を処理して楽器を操作するためにアウトプットする作業、楽器をコントロールする作業ということでお話しさせてもらいました。で、3つ目の動画ではその3つ目のポイントと4つ目のポイントなんですけども、3つ目のポイントについては結果確認ということで、出した音を耳で聞いて、間違ってしまえば止まってしまうかもしれないですし、うまくいっていればそのまま続けるということで、3つ目については特に詳しく解説することはないかなというふうに思いますので、今日は4つ目のそのポイントなんですけども、時間制限、テンポに乗って弾いていかなければいけないっていうことについてお話しさせてもらいたいと思います。自分のタイミングでこう処理して吐き出していければ何も問題はないんですけども、そうするとありがちなのが、例えばキラキラ星なんかの例でいくと、っていう風になんかまばらな感じで弾いてしまうっていうことが時に起きてしまったりとかするんですよね。で、自分のタイミングで弾くっていうことは、そのテンポにを特に意識しないで弾くっていうことは、よくあるのはその知っている曲ですとか、あとはある程度覚えてきた曲っていうのはなんとなく弾いてしまうんですよね。なんとなく弾いてしまうということはどういうことかっていうと、ちゃんと楽譜を見ないで自分の思い出メモリーですね、つまり記憶から引っ張り出してきて、でそれをアウトプットするっていうことになるので、集中力がちょっと落ちてしまいがちっていうことと、それから、ミスを引き起こす原因になってしまうっていうことで、あまりお勧めできないんですね。で、それを自制するためにテンポっていうものがあって、それに乗ってそれに弾いていくと。テンポに乗るっていうか、アンサンブルですとかバンドとか他の人がいっぱいいる中で演奏するときはそのテンポに乗っかって弾くっていう考え方もあるんですけども、どっちかっていうと僕はそのプロデュースする方だと思うんですよね。このノリっていうのを自分の体の中からこう吐き出して、周りのに聞いている人たちを巻き込んでいくっていうことですかね。ビートっていうふうに言いますし、鼓動ですから、この自分の鼓動をこう自分の体の中から出して外に出していくっていう、人に、影響を与えていく、人を取り込んでいくっていうようなことがやっぱりエンターテインメントですので、そういうことが必要になっていくのかなというふうに思うんですけども、そのテンポっていうのが必要であると、合わせるにしても自分から出すにしてもですね、ということで、その練習の仕方っていうことなんですけども、どうやってやっていくかっていったら、いきなりそんな速いテンポで1234という曲でダララララララなんて弾くっていうのはなかなか難しいと思いますので、ゆっくり弾けるようになろうっていうことを最初にお勧めしています。例えばメトロノームでこういうテンポのこんなテンポの曲があったとしたら、でこれのテンポに乗っかってダララララララって弾くのは結構難しいと思いますから、ゆっくり弾くっていうことをしていくんですけども、ゆっくり弾くっていうことでその楽譜を見て、でそれを吐き出して鍵盤の位置を確認して、で耳で確認してっていう、この一連の流れをする時間的なゆとりが生まれません。そういうこともあって、最初は慣れるためにゆっくりにするんですけども、これは特に初心者の人とかなんかにはゆっくり弾こうっていうふうにお話しても、大体の人はいきなりはできませんっていうのは、どうしても自分のイメージがあるから、そっちに近づいていくと速くなっていっちゃうんですね。つまり外部のテンポに合わせるっていうことが最初は難しいんです。こうやって合わせて手を叩くんですけども、だんだん速くなっていってしまうっていう人がほとんどだと思います、特に初心者の人は。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、これが今これテンポ40ぐらいだと思うんですけども、これが4分音符だとしたら、その間に8分音符入れてあげるんですね。2、1、2、1、2、1、2、メトロノームを見ずに自分で時間を感じてっていう風にすると、
8分音符で弾いてしまってるからこれじゃダメですね。こうじゃない。というふうに自分でそのビート拍を感じながらこう弾いていくっていうことになるけど、こういうテンポをゆっくり落とすことでしっかり見てで処理して吐き出してっていうことを していくっていう練習の仕方がちょっとやりやすくなるっていうことですね。この遅いテンポになれるっていうことです。で、遅いテンポになれて的確に処理して的確に演奏するっていうことを繰り返していければ、つまり間違えないで弾くっていうことですので、間違えないでどんなに遅いテンポでもいいから間違えないで弾けばそれは成功したっていう実績になりますので、その実績を積み上げていくことでまたモチベーションも上がりますし、練習するっていうことが楽しくなっていくんですね。ピアノを演奏するっていう、ピアノの演奏を習得するっていうことはやっぱりどうしても時間がかかると思います。こうね、一つの曲を弾くにも楽譜を読んで、難しい鍵盤の指の動きをやってとかっていうふうに、はっきり言って大変だと思うんですけども、やっぱりこれをやってやろうっていうメンタルがとても大切ですし、こういう小さな小さな成功でも、ゆっくりでも、たとえ一小節でも間違えないでやったんだっていう実績を積み上げていくことで自信につながることから、逆にメンタルが強くなっていくっていう、トレーニングにもなっていくと思うんですね。だけれどもなかなかそういうことがにたどり着けなくて、ピアノの練習は大変だ、辛いっていうふうに思われてしまうっていうのをなんとか変えていきたいなっていうふうに思って、こんなやり方っていうのを紹介させていただいています。さっきの動画でもお話ししましたように、ビル・エヴァンスはその問題について理解していれば9割方その問題は解決しているっていうことだったので、その一体自分に何が問題なのかっていうのを、見つける手段として、この4つのポイントっていう、ピアノを弾くっていうのは一体何をしているんだっていうことを明確に、理解することでやるべきことが見えてくるんじゃないかっていうことで、こんな動画を作ってみました。なんでこういう話をするかって言いますと、僕はピアノの講師として、僕ピアノの講師っていう肩書き自体がいまいちピッとこなくて、ピアノの取扱説明書になりたいなっていうふうに思ってるんですけども、なんでこういうお話をするかっていうと、自分で生徒さんが自分で自分の弾きたい曲を自分でイメージに作り上げていって、で自分で披露して周りに表現するっていうことができるようになってもらいたい、自立してほしいんですね。そしてピアノ教室から卒業していってほしいんですよ。早ければ僕も中学生いっぱいぐらいで、全然卒業してっていいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、やっぱり人って生まれてきて、生まれてきてっていうか生まれてくるまでにお母さんのお腹の中にいるときには、お母さんのお腹の中で守られていて、で栄養も与えられていて、どうにでも一緒にお母さんと一緒に連れて行ってもらってっていう状態ですけれども、お母さんのお腹を出てきて生まれたところから一人で生きていくためのトレーニングっていうのがもう始まるわけですよね。自分で食べ物を掴んで口に運ぶっていうことをしなきゃいけなくなるとか、立って歩いて自分で移動しなきゃいけなくなるですとか、やっぱりそうやって一人で生きていかなきゃいけないっていうことを生物として身につけていかなきゃいけないっていうことを考えると、ピアノ教室に来てピアノを習いに来たって言ったら、じゃあ最終的に一人で何でもピアノのことはできるようにならなきゃいけないっていうふうに思うわけです。だから僕はピアノで自立してほしいので、その自立するためにピアノを取り扱う方法、情報を取り入れる方法を生徒さんに理解してもらって、自分で何でも音楽の表現ができるようになってもらいたいっていう思いでやっています。そのためにこのような動画を作って、4つのポイントがある、噛み砕いて考えていって、一体何をするべきなのかっていう道筋を立てるっていう手段の一つとして今回の動画を作らせていただきました。まだ自分も道半ばですので、これが全てだとは思ってないですし、これからもっといいアイデアが浮かんでくるっていうことも可能性としては十分考えられますので、そういったことがあれば紹介していきたいと思いますし、この動画に書いた、この動画でお話したような話題を、ピアノの生徒さん、今ピアノを頑張ってらっしゃる方、それから保護者の方々、それからもしかしたらピアノの先生方なんかにも役に立ってくれたら嬉しいなというふうに思います。もしこの動画について疑問ですとか、なんかご意見とかありましたら遠慮なくお聞かせいただければと思います。できる限り
お答えできることはお答えして、もしくは逆にあそれはと思うようなことがあったらまた別の動画をして作って紹介させていただくっていう機会も設けたいというふうに思っております。まあこういう動画ですけど、私なんかのお話ですけども、まあ動画を見てなるほどって思っているふうに思っていただけたら、いいね、評価、もしくはチャンネル登録をしていただけたらありがたいと思います。以上です。長い動画になりましたけれども、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。